立憲民主党小西洋之が大炎上、反撃能力を批判、国会で。9日に国会において立憲民主党の小西さんが次のような発言をしてしまいました。実際にご覧いただきますと、政府参考人ですね、政府参考人に先に聞きます。なので簡潔に、もう私は聞いてることだけに簡潔に答えてください。その確認の答弁は後で防衛大臣にいただきますので、先ほど申し上げましたけども、日本に武力攻撃を行う国が現れたときに、それは日米同盟に基づいてですね、アメリカにとっても世界最重要の同盟関係ですから、アメリカは当然日本を守る集団的自衛権の発動、武力行使をすると。でアメリカは世界最強の戦力を持っているわけです。これほどの抑止力は地上にないはずです。にもかかわらず、そのアメリカが持っている抑止力ですね、当然アメリカはミサイル戦力も持っています。そういうアメリカが持っているミサイル戦力も含む抑止力があるにもかかわらず、なぜ日本が反撃能力を保有する必要があるのか、アメリカのミサイル戦力も含む世界最強の抑止力があるにもかかわらず、なぜ、反撃能力を持つことが、敵視攻撃能力を今般持つことが単に手段のない、万やむを得ないことになるのか、政府参考人、具体的に説明してください。防衛省増田防衛政策局長。お答え申し上げます。委員ご指摘の通りですね、アメリカは世界一番強いですね、軍事力を持っている。でしかしながら、委員もご案内の通りですね、ミサイル技術の進歩、それからその運用能力の向上というのは、この過去10年、20年見ましてもですね、この5年見ましても、格段の進歩を遂げてきていると。で、現に日本周辺で、多数のですね、ミサイルが運用とされていると。我々はそういうミサイルの脅威にさらされているということだと思います。そうしたときに、我が国は我が国自身を守る、その力をですね、日本自身としても持つ、そのことが必要になってきたんだと。で、日本が持つことによりまして、日米同盟の先生おっしゃる、その抑止力、対処力でさらに増すということで、武力紛争を起こさせないということが、我々の目的でございます。このようになっておりまして、この小西さんの発言に対し、批判が殺到し、大炎上してしまっておりますが、こちら、理性のある通常の国家であれば、日本やアメリカに挑戦し、戦争しようとは思わないでしょうけども、ならず者国家の独裁者が相手では、このような常識は通用いたしません。現に、ならず者国家のロシアのプーチンが、わけのわからないことをわめきながら、ウクライナに侵攻しております。日本の場合は、このロシアだけではなく、中国と北朝鮮が敵となっておりますが、また中国軍の戦力は自衛隊や日本周辺のアメリカ軍の戦力を上回っておりますので、反撃能力の保有を含む防衛力の強化を推し進めなければ、アメリカ軍などの援軍を待つための時間稼ぎすらできないものと思われます。ロシアのウクライナ侵攻の影響で、通常戦力による抑止力が大幅に低下し、なんとか核攻撃を防ぐ核抑止力が維持されている状態です。もうアメリカに頼ればいいという時代は終わりました。小西さんだけではなくて、立憲民主党などのおかしな野党の皆様全体の問題だと思われますが、安全保障に関して不勉強すぎます。ぜひとも勉強し直していただき、知識認識を改めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。